も美味しく仕上がるんですよ。いただきます。あー、いい香り、止まんなくなる。これこんにちは、秋谷雄二です。秋谷雄二の雄二チャンネル、今日は野菜料理です。この野菜は野菜でも皆さんがよく知っている玉ねぎ。玉ねぎってあのゴールドのピシッと包まれてしっかりした玉ねぎ、あの玉ねぎの美味しさもありますよね。でも見てください、この玉ねぎはあのゴールドに包まれてなくて、なんかこう淡い色なんですね。これは静岡県で今最盛期で採れる玉ねぎ、新玉ねぎとも言うそうです。北海道で採れている玉ねぎっていうのは新玉とは言わないんですけど、ここではこの新玉、この良さというのはみずみずしさがあって、玉ねぎ本来の辛さという部分もまた違う味わい、食感が楽しめます。この新玉ねぎを使った料理をご紹介します。それではこちらは先ほどの玉ねぎの皮を剥いたものですね。そこで天地を落とします。天地を落としたら半分に切ります。半分に切ったものを横からこんな風に、横から横からこんな風に切っていただければと思います。それでは皆さん、先ほどの玉ねぎ、そこで材料見てください。山椒の粒、唐辛子、これはチンジャン酢と黒酢です。なかったら普通の黒酢でもいいですし、白酢でもいいです。ただ黒酢の方が香りが立って奥行きがありますのでね。作り方いきます。大白を2回し、なかったらサラダオイルでもいいです。でもこの大白でやるととってもですね、奥行きが出て美味しいです。そうしましたら粒山椒が入ります。そこで唐辛子が5本ぐらい入ります。そしたら低温でこの香りをですね、こういう風に出していきます。そうすると見てください、色がこう少しずつ唐辛子の色が変わってきてますよね。わかりますよね。こんな風に唐辛子の真っ赤な色が少し茶色っぽくなってきたところで、先ほどの切った玉ねぎ、これ約2個です、全部入ります。この玉ねぎが入っていくわけです。それであとはゆっくり炒める。わ、玉ねぎが黒くなって出てます。これでゆっくり中火です。中火から今度はちょっと玉ねぎを入れたことによって温度が下がってますので、温度をだいたい8ぐらいに強くする。その間に今日は入る調味料はお塩です。パラ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 入ります。これで炒めていく。山椒と唐辛子の風味がとってもいいですよね。塩を入れて炒めていきます。この玉ねぎの特徴はみずみずしさと水分が結構含まれていて、食べた時の食感がとってもいいですよね。このように塩を入れました。そうしましたら胡椒をほんの少しです、こうやって入ります。胡椒が入ったところで、チンジャン酢を、3、4、5、そうすると見てください、この湯気、こんな風にお酢の香りですごいいい感じですよ。先ほどの白い玉ねぎが、黒酢の風味、こんな風にしたところ
ここに隠し味でお砂糖をほんのこのちょっと、これです。最後に美味しい一番搾りをわさび1加えて、あとは完成になります。見てください、この玉ねぎが黒酢に香りがついてですね、なんとも美味しく仕上がるんですよ。辛子をちょっとこんな風にのせたら、新玉ねぎ黒酢の黄金炒め完成。それではいただきましょう。これはさ、しかしさ、玉ねぎとさ、唐辛子、乾燥のあればさ、家庭ですぐできるよね。それでいて、なんかプロの味ってかっこよくない？作って差し上げたらびっくりするんじゃないかなと思うんですけどね。いただきます。あー、いい香り。いただきます。おいしい。黒酢の酸味、それと山椒と唐辛子の奥行きの辛さ、豚肉入れてもいいんですけど、今回はあえて野菜だけにしてみました。止まんなくなるこれ。なんだろう、これでハイボール、いいな。ぐーっとね、お酒が飲みたくなる。おいしい。ただご飯のおかずにもなります。多分皆さんびっくりと、塩とお酢ですよ。お酢5杯も入れてるんですよ。それに胡椒、砂糖ほんのちょっと、それでこの味。ぜひ玉ねぎで作ってみてください。おすすめします。